Yeah.
たあの夜空に浮かぶ星たち、ふっと君の声があの頃輝いてたかな、今になってはずっとわからないまま。
コミュニティ学院です。よろしくお願いします。はい、じゃあまず自己紹介させてください。広島のメンヘラといえばまんちゃん。ありがとうございます。高校3年生ピンク色担当、宮本夏樹です。よろしくお願いします。まんちゃん。はい、あなたを照らすあかり。ありがとうございます。高校2年生オレンジ担当の宮下あかりです。よろしくお願いします。あかり、今日はみんなあかりの生誕祭に来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。みんな背立ってきとるやん。やった。まあでもちょっとね、そろそろ着替えに行く時間ないよね。着替えに、まあでも一旦着替えに行くの、なっちゃんが一人になるの気まずいけん、ちょっと誰か呼ぼうかなって思って思ってまして、ちょっとなんか来てくれんかな、誰か、これ誰か来んかな、誰か来んかな、久しぶりのタマムシ。タマムシです。こんにちは。控えめ控えめ。タマムシ。あ、でも前で言おうや。こんにちは皆さん。こんにちは皆さん。私のね、わがままで来ていただきました。ありがとうございます。呼んでくれて生誕に、ね、もう一人ね、本当はね、あのアムもね出る予定だったんやけど、はい、あ、これあれじゃない、着替えてから。あ、ありがとう。あ、着替えて、じゃあ一旦行ってくるか。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。アムが来れなかった。今日は本当はね、アムも一緒にね、そう、4人で集合のはずだったんだけど、ちょっと言っていいかな、おかぜでコロナではないよ。おかぜでね、せっかく今日のために髪の毛まで染めてね、準備したから。そう、自撮りくれたね。クソ可愛かった。ちょっと悲しいけど。悲しいね。風です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 。何しよった今まで。何しよった。あ、就活です。就活。就活です。働く。あ、働き、働く。あ、再来年ね。再来年ね。何する。大学3年なので。え、何する。あの、言っていい感じ、ここで。私も職種バラす感じ、これ。どこに内定もらう予定ですとかいう感じなんかさ、めっちゃ詰めてくるやん。あ、ごめん、離れてごめんなさい。めっちゃ詰めてくる。ちょっと久しぶりなもんでね。離れて。悲しい。めっちゃ詰めてくる。久しぶりに会ったの。久しぶりだね。変わらんね。あ、そうね、うん、いい意味で変わってない。変わらんよね、今。背伸びた。え、背伸びた。え、背伸びた。え、私いろんな人に言われるんやけど、私伸びてないよ、ほんまに。靴じゃね。え、違うよ、私今日全然さ、高さないもん。え、ほんまに。え、伸びてないよね。伸びてないと思う。私マジでいろんな人に言われるけど、普通に158のままないから。え、測った最近。え、最近測った。測ってない。測ろうや。あ、測る。測ろうや。え、なんちゃん何センチ。なんちゃんね、161。え、ちょっと待って、あの、靴脱ごや。靴脱いだらちっちゃくなるよ。あ、どう。え、私何センチぐらいだと思います。ちっちゃくなった。え、うるせえよ。うるせえ。マジでこの靴でかいけさ、厚底すごいけさ。え、何センチある、それ。10センチぐらい。わからん、結構ある。ちょっとうるさい、うるさいね、ちょっと。ちょっとうるさい。アム最近何したんじゃろうね。アム何センチなるね。身長が何しようかねって聞きたい。ほんまに耳がいいんだけ。まだこれぐらいかな。え、こんなんだったっけ。もうちょっとでかかったくない。これぐらいかな。え、どんぐらいだったっけ、アムって。でもちっちゃかったよ。130。え、こんなん。130? 130? 違うって、こんなんじゃなかったって。ノリだわ。え、でもだって厚底履いてるけんね。あ、そっか、履いとったらこんぐらい。履いてない。サイズが分かんない。低いぐらいじゃない。あ、それぐらい。これぐらいか。ぐらいよね。わかりする。可愛いよね。可愛い。ちっちゃい子って可愛いよね。そう。ロリだからね。ロリはいいよ。うん、ロリはいいぞ。あ、もう何しようだろうね。あ、何しようだろう。バイト？あ、バイトめっちゃ。めっちゃバイトしてたよね。すごい働くよね。毎日働いてない。なんであんな働ける？え、無理なんだけど。そんな働けんのんだけど。働く？ニートになりそう。ニートの素質あるよ。うん。え、養って。え、養って。痩せなって言われたの。痩せなって。痩せなって。あ、痩せな。私痩せなって言われた。はい、終わりました。よくないよ。すごい、私ステージ上でいじめられたのかと思った。そういう感じ。そんな人に見える。うん、ひどっ。え、なんて。痩せなって。あ、痩せなって。痩せなって。
ひもになりたい。私手取り20万とかやけど大丈夫。いや手取り5万でいいよ。最低。家事全部やれよ。しません。ダメだわ。家にいるだけです。なんか癒しをくれたりする。癒しは存在が癒しということで。なるほどね。なんか今日ちいかわ欲しかったよね。そう、ちいかわの聞いてよ。ちょっとちいかわのさ、ガチャガチャをなんか発売日が4日って書いとった。そう、今日4日って書いとったはずなのに、ツイッターあさったらどこのお店も3日に販売しとって。そうなん、入荷が3日だって。今日一緒にさ買いに行く予定だったもんさ。なかったもんね。なんかどこ使いどころないシュシュみたいなさ。なんかね、ちいかわシュシュはあったけど、あれ使わんやん誰も。そう、使いにくい。え、ちいかわみんな知らん感じ。知っとるよ、さすがに。え、でもやっぱりおじさんは知らないんだ。おじさんとか言わんの。ちいかわ知ってる人。あ、結構おる、結構おる。あ、結構。あ、ちいかわ、ちいかわ知らない人。あ、やっぱおじさんばっかりじゃん。いや、おじさんとか言わんの。おじさんとか言わんの。あ、知っとる。あ、ちいかわ。え、ちいかわ。ちいかわの格好してきたんよ、一体。白塗りでさ、あの、全身タイツで。ちいきもちいきも違う。あの、大きいけ、でかきもじゃない。違う、ちいきもっていう、あの、あれがあるよ。TikTokerがある、ちいきもっていう。なんか、薄らハゲの。違うんだって。薄らハゲかもね。そう、やっぱり毒舌キャラだから。違う、あの、え、言葉遣いいいよ、自分。いや、よくない、よくないよね、よくないよね。怒られた。ちいきもに怒られた。ちいきもって言っとるけど。ワイパー。え、でもさ、これあかりさ、あれ着にくいじゃん、あの服。そう、結構時間かかる。見てないよ、ね、なんかリボンをキュッて全部やらなきゃいけなくて。あ、全部で、なんかいろいろ着にくくて大丈夫かな。ね、ちいかわの話しかしないけど。ちいかわの話、え、誰が好きなの。え、私は特にちいかわかな。箱押し、強いてあげるならちいかわかな。ちいかわか。なっちゃん、あれでしょ、栗まんじゅう。栗まんじゅうしか勝たんやろ。え、みんな栗まんじゅう知っとる。あ、みんな知らない。うわぁ、知らないな。マイナーキャラか。え、じゃあ八割とか。八割は知っとる。あー、ちいかわが一番知っとるくない。うん、ちいかわ可愛いよね。え、可愛い。そんなこと言ったの。何そんなこと。コスプレまでしてくれたのにさ。え、頼んでない、頼んでない。マジでひでぇ。ひでぇ、もうやめろ。帰る。いや、でも面白かったよ。うん。慰められてる。辛いね、逆にね。え、誰か引いてないかな。え、昨日誰かガチャガチャ引いてる。違うの方引く人おらんやろ、オタクで。なんかお座りぬいぐるみみたいなやつやん。あ、そう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 。え、欲しかった。でもさ、ガチャガチャで500円って高くない。確かに。どうせ転売で1000円ぐらいでやったらよね、今。え、メルカリでいっぱい出てる。メルカリで。悲しい。ツイッターとかなんか求むちいかわ。公開のやつね。書いてあるけど絶対。え、みんな手に入れたらあげて。ツイッターにあげてもらう。てか、ガチャのさ本体見つけたらさ教えてほしいよね。あ、それない。なんかさ、めっちゃ回ったよね、ガチャガチャ。本体すらないっていうね。そう、見つけたらあかりに教えたら喜ぶよ。そう。え、なっちゃんも喜ぶよ。なっちゃん別に。え、そう。別に。あ、好きじゃない。え、クリマンジュは好きだけど。あ、そんなに。そんなめちゃくちゃ好きってことでもない。あ、そう。あ、にわか。にわか。あ、違う、にわか。すごくにわか。仕方ない。話題なくなったよ。話題なくなった。どうしよう。新婚しか話してないもん。あかりの生誕のなんか思い出みたいな。思い出。去年の。そうね。そうね。練習も2日ぐらいしかしてない。練習全然してないね。2日したよ。あの、その日はしたけど、1日か2日しかしてないけど、時間は結構した。時間はかけた。でも急に4人から3人になった。そう、それは焦ったね。うん、そのぐらい来てほしかったな。それな。これってさ、このハートとかさ、星ってさ、おい、貼ってあったものが落ちちゃう。元から置いてあるやつ。え、もうこれさ、うん、あのミルキードープさんがさ、あのなんかやってくれたの。え、待って、でもテープついとるよ。あ、テープついとる。あ、じゃあ、え、貼る？落ちたん？あ、元から貼ってついてるでしょ。うるせえ。うるせえ。割ったわけじゃないのに。割ったわけじゃないの。そう、割ったわけじゃないけどね。え、なんか
これみゆきドッグさんも自分やってくれよってね。あの社長が口つけて膨らました。ささやだえ、ほんまにえ、ですよね。絶対違う。え、口つけた。え、ほら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 、これ社長の口づけしてある。逃げ場ないじゃん。こっちもこっちも囲まれとる囲まれとる。ミルキードープさんも口つけて膨らませた。それはご褒美です。それはご褒美だけど、その中に社長が混ざってるみたいな。え、分からん分からん。どれか分からん。怖い。社長、なんかマーク書いてってほしい。あ、それな。ミルキードープさんなら多分オタクに高値で売れるけど。あ、そう、売れるね。社長も、え、もうランダムでいいんじゃない。全部500円で売ってさ。あ、ランダム。ランダムで社長の口づけ出てくる。最悪。誰だか分からんけ嬉しいかもしれない。あ、そう、オッケーって。あ、じゃあそろそろ出てきてもらうか。できたみたいです。あかりちゃんの登場です。イエーイ、イエーイ、やったー。めっちゃ可愛い。どう、可愛いよね。どうですか、どうですか。めっちゃプリンセスじゃんね。え、ちょっとくるっと回ってみてよ。え、かわいい。かわいいよね、これ。めっちゃかわいい。かわいいね。かわいい、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 かわいい。ありがとうございます。よけんで、よけんで。次の曲いく。だったらもう早速いく。大丈夫、大丈夫。よし、じゃあ早速いきましょうか。それでは聴いてください。 The Starry Night。 憧れた毎日理想までの距離はまた遠いのに、いつも僕は明日が兄さんなんてさ、いいの。
ことは言わないで。ダメよダメよそんな顔じゃん、運も逃げてくよ。
る近かるでしょ。そこらの遊びじゃ満足できないくらい夢中にさせる。今までやった曲の感想を皆さんにどうだった、久しぶりに3人でやった曲とかあったけど楽しい、楽し疲れるくない、おいでますよ、めっちゃ疲れるマジ。え、ソロどうだった、あ、ちょっと秘密、ヒムどうだった、久しぶりのライブ。いや体力追いつかん、え、きつい今。いや、太ったんで。太ったの、え、闇太ったんで。ごめん、痩せてとか言ってないじゃん。言ったやん。ちょっと太ったんで、ちょっときつかったし。言ってないです。外れた、え、取れてね、取れてる、取れ。え、待って、同じ、え、怖い、入る、結びな、持っとくけ、あ、マイク持ってあげて、ちょ、安全ピン、え、安全ピンは取れてない、どこの取れてる、うん、安全ピン取れてない、え、これ、あ、髪の毛か、と、あ、髪の毛かと思った、これ取れてないよ、髪の毛取れ、あ、ピンか、あ、大丈夫、え、全部大丈夫だよ、うん、ここでね、プレゼントがあります、やったー、ちょっと持ってくるよ、やったー、ありがとうあかりちゃんにです。え、リボン取れとる、ちょっと待って、え、リボン取れとる、取れてそう、取れてるよね、これ、え、大丈夫よ、え、結んどった、結んどった、取れとるよ、あ、じゃあ私はここ、かわいいよ、あ、待って、髪あげれる、取れてもかわいいよ、え、リボン待ってよ、一回笑われたよ、え、ちょっと待って、え、どうしたらいい、これ、ごめんなさい、ちょっと待ってね、ちょっと、あ、待って、あ、はい、ごめんなさい、え、待って、これ、あ、ここ開く、はい、こっち、やって、え、合ってる、これ合ってる、ちょっ、どうしたらいい、ちょっと待って、これカマイクが持ちましょうか、はい、はい、大丈夫、いいです、多分ちょっと待って、いいよ、片結び、片結び、片結びで、はい、オッケー、ありがとうございます、はい、じゃあプレゼント行こう、ゆるくね、うん、やばいな、え、あ、ゆるくね、普通になんかめっちゃギュッとして、もうギュッとして、また結びしたんで、あら、あ、いける、ごめんなさい、皆さん、キュッてこれぐらい、あお、オッケー、まだいけるんじゃない、まだいける、あ、いいっす、最高、え、今緩くなった、大丈夫、緩くね、まあいいや、あ、いいや、はい、あ、じゃあプレゼントをあげます、あげます、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、手紙も入ってるよ、手紙はお家で読んでね、あ、待って、アイマスク入っとる、なんだと思う、あ、そう、そっちね8割だよ、かわいい、あとね、なんか明かりがいいって言っとった化粧水、あ、出た、これいいらしいよ、いいっていう、私が使ったことない、あ、使ったことない、だから口コミでいいって言っとった、使ってみ て, て, て、ね、あとバスボール入れておいたけ、あ、そうや、何のバスボールじゃ、天ぷらだった気がする、あ、天ぷらバスボール、ワンワンにするか迷ったんよ、ワンワンと迷った、ワンワンとコッシーで迷った、ダンで、ちょっとここで生誕委員の人からね、プレゼントとケーキがあります、イエーイ、落とすなよ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 、
ミルキードープから、すいません、あ、ミルキードープでーす。ミルキードープからはあかりちゃんマカロンが好きかなと思ってマカロン買ってきました。あと急いで持ってきたんでバラバラになってたらごめんなさい。あ、全然大丈夫です。食べれれば大丈夫です。おめでとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございます。バラバラ一旦荷物置く。あ、じゃあ私置いてこようか。あの、え、なんか置いてくるものある？ミムに渡したら、あ、待って、カラヤン取る、カラヤン、ありがとう。ずれずれずれ、この中入れる？これ縦でいい？うん、あ、置こうか。一旦置こうか。はい、あ、もういい。ちょっとお待ちください。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあうちやってくるわ。置いてくるわ。どうする？そこら辺に何がいいと思う？どこ置いとく？投げる。上と後ろ危ないよな。後ろ危なくない？そこ危なくない？床置くの？こっちの方がいいんじゃない？そんな端っこの方が。え、ダメだ。ああ、誰もおらなくなった。ああ、危ないよ。危ないよ。危ないよ。これそろった今。笑んで怖いけ。まあ一段落ついたし次の曲行くもん。まだ早いかな。次の曲聞きたいか。あ、微妙だし、微妙だ、微妙、微妙だ。次の曲行きたいか。聞きたいらしいんで行こう。じゃあ行きましょう。それでは聞いてください。アドレセントノイズ。
愛してる
全部終わっちゃった。終わっちゃった。全部終わっちゃった。何話せばいいんだか飛んじゃった。ありがとうございました。皆さん今日はそうだ、今日はみんなあかりセッター盛り上げてくれてありがとうございました。ありがとうございました。どうだった生誕？秒で終わったね。なんか生誕前さ、なんかめっちゃピリピリだったのにさ、あっという間に終わったって感じじゃない、うん、こんなもんかってなってしまうよね、うん、楽しかった、うん、楽しかったの、うん、あ、いや、いや今はどうだった？楽しかった。楽しかっただけ？それだけ？もっとないの？疲れた。もっとない。もっと、え？もっとないの？あ、すごい詰め方が合ってた。すごい。え、そんなに？あの私が言ったらもうそれよ。怖い怖い。あ、違う。今度今度今度。あ、じゃあ来てほしいんだけど。え、どうしよう。ちょっとあのね、ちょっとどうしよう。はい、普通におるか。ね、普通にやるから。告知、あ、告知だ、はい、あのこの後ね、二次会もあるのでよかったら来てください。お願いします。お願いします。お願いします。二次会はちょっともうゲストはおらんくなるけど、いつも通りのライブになるけど、ちょっとね、遅い遅い遅い遅くなっちゃう。ありがとう、ありがとう、またまあ二人でがいつも通り頑張るんで、はい、来てください。お願いします。お願いします。じゃあこの後の物販もよろしくお願いします。お願いします。以上、私たちがもみじ学院でした。ありがとうございました。ありがとうございます。